ステージ、エントリーナンバー9番、甲信越ブロック、長野県、花火作家、青木芳康、テーマ、マサゴの花。それでは、花火作家、青木芳康より解説いたします。では、どうぞ。皆さん、こんばんは。長野県から来ました、ベニヤ大喧嘩店の青木芳康です。今回、僕が打ち上げる花火は、マサゴの花というタイトルです。なぜこのタイトルにしたかといいますと、今回の花火で使う星なんですが、淡いオレンジ色の光を放ちながら広がっていき、細かな火の粉を残していきます。その火の粉がまるで、光り輝く砂が、舞い散るように見えるから、このタイトルにしました。夜空の上に美しい花を咲かせ、その花がまるで光り輝く砂のように、儚く舞い散る、そんな幻想的な情景を皆さんにも感じていただけたらなと思います。それではよろしくお願いします。